こんばんは。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。12月25日火曜日、明日の天気をお伝えします。明日は高気圧に覆われて広いエリアで晴れて日差しが届きます。西日本では晴れて日差しが届きますが、九州の南部からだんだんと天気は下り坂。晴れた日の日差しの有効活用を行ってください。北陸の日本海側から東北、そして北海道では明日も雨や雪が降ります。路面状況の変化、そして沿岸部ほど強い風が吹きますので、吹雪による視界不良にご注意ください。各地防寒必須の寒さです。明日も暖かい服装でお過ごしください。以上、12月25日火曜日、明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。